ジョージ・ウィリアム・ノックスは、米国長老協会から派遣された、明治時代のアメリカ人来日宣教師である。ナックスとも表記されることもある。アメリカ合衆国ニューヨーク州ロームで、米国長老協会の有力な牧師で、進学博士のウィリアム・イートン・ノックスと、長老協会の婦人活動家の母、アリス・ウッドワード・ノックスの間に長男として生まれた。ノックスは、父親が、 マキカイするロームで成長して、1870年からニューヨーク州クリントン市のハミルトン大学に入学した。1874年にハミルトン大学を卒業すると、父と同じ牧師を目指して、オーバン人学校に入学した。1877年春に神学校を卒業して、アンキャロライン・ホームズと結婚して、ニューヨーク州エルミラの第一長老教会で、 日本派遣宣教師の任命を受けた。ノックス夫妻は9月にカリフォルニア州サンホセに移動して日本行きの準備を整えた。在日ミッションでは強派の合同のための宣教師を3名選び、ノックスとトーマス・セロン・アレキ・サンダーとトーマス・クレイ・ウィンを1877年末に派遣した。1880年代半ばの アメリカ合衆国長老協会東京ミッションのメンバーの家族の集合写真、ノックスは前から3列目の右から2人目の横を向いている人物。その前に右側にいるのが、夫人ノックスは1877年11月2日に夫婦で横浜に上陸して横浜の長老協会選挙士官に滞在した。同館では、ジョン・クレッグ・バラが横浜で、 バラ学校と呼ばれたミッションの男子学校を経営していた。早速、ノックスが日本語勉強と共に、バラ学校で英語を教えることになった。また、住吉町協会の第二、仮牧師に招聘された。同年9月17日に、オランダ改革派協会と、スコットランドイッチ長老協会及び日本人協会である日本長老公会と、 日本キリスト公会が合同して、日本キリスト一致教会が成立していた。この団体の教職要請のために、東京一致新学校が開校された。ウィリアム・ウィンブリー、ジェームス・ランジング・アメルマン、サミュエル・グリフィリン・マクラーレンが、先任教授として選ばれ、グイド・フルベッキとデイビッド・タムソンとミラーが就任した。築地に転居したノックスは、築地大学校の教授として2年間務め、 1883年に、先、志学校と築地大学校が合併して、東京一英和学校になった時に、東京一新学校の教授になった。神学校では、弁償論、教理問答、説教学を教授した。ノックスは、政治、社会問題、哲学、倫理学、進学時事問題などあらゆることに関心を示していた。 専門のキリスト教弁証学以外にも、新約聖書の借儀研究も、根気強く組織的に分析した。また、日本の古典研究も行い、アジア協会の理事長、副理事長などを務めた。1883年7月には韓国最初のプロテスタント信徒の一人である理事邸の関係で、朝鮮の現地視察旅行にも行き、朝鮮連動も試みた。さらに、 アメリカ聖書協会のヘンリー・ルーミス宣教師と協力して理事帝の名前でアメリカ本国に朝鮮伝道のための宣教師の派遣を要請する。1885年メソジスト協会の HG、アーペンゼラーとアメリカ長老派の HG アンダーウッドが来日する。2名の宣教師は理事帝から朝鮮語を学び、2ヶ月後のイースターより韓国のインチョンで伝道を開始する。 1886年から東京大学に招かれてアーネスト・フェノ・ロサの公認として哲学と心理学の講義を行った。在日宣教師と日本人教職者たちがミッション参加の学校を統合して日本のプリンストンを目指してクリスチャン・カレッジの創設を企画した。その実行委員の一人としてノックスが活躍した。1887年9月に 明治学院が開校された。1887年春に、ノックス一家はアメリカに一時帰国し、オハイオ州で過ごした。1888年9月18日に、日本に戻った。その年、ノックスは日本での宣教事業の功績に対して、プリンストン大学から名誉博士号を授与された。日本キリスト一致協会の伝道局創設に努力した。また、 同協会の教職の安川徹の人脈で、板垣大輔、植木江森、片岡健吉らの立社、自由党との関係が生まれたので、1884年より積極的に高知伝道を展開した。ノックス、タムソン、フルベッキ、ミラーなどが高知に派遣された。1884年11月よりノックスは高知に入り、12月末まで各地で、 演説会を行った。片岡健吉、坂本直勘、竹市安かな、原安太郎などが、ノックスから洗礼を受けた。ノックスは、慶応義塾大学に1891年から1年間心理学の講義に出向する。1892年には、アメルマンが帰国したので、アメルマンの旧約聖書釈義を担当、ノックスの学問的興味は旺盛であった。しかし、 インブリーが1893年に一時帰国すると、ノックスはついに帰国を決意し、同じ年の6月19日にアメリカに帰国した。アメリカに帰国して、しばらく静養した後、1894年12月1日より、ニューヨーク州にある長老協会で奉仕を5年間行った。1897年より、ニューヨークのユニオン上学校の講師に招かれて、 弁償論の講義を行った。その後、ユニオン神学校からの招聘があり、1899年2月より、教授としてユニオン神学校で、哲学、宗教史、海外伝道の講義を受け持った。その間優れた論文を発表して高い評価を受け、ホバート・カレッジから、文学博士号、ウェスレアン大学から、進学博士号、エール大学から、 進学博士号を受領をした。1903年にはエール大学で講師として講談に立つ。1904年に当時明治学院総理のイブカ、カジノスケがインブリーと共に訪米する。イブカとインブリーはノックスの家で明治学院の将来について語り合った。1906年から1908年までユニオン神学校の学部長を務めた。 これらの功績が認められ、1908年に日本政府はノックスに君四等旭実賞受賞を送った。1911年オンカミ学校はノックスをインド、中国、朝鮮、日本に派遣した。6月にニューヨーク港を出港してヨーロッパを回り、インド、中国、満州を経由して、1912年4月18日に平壌から京城に着いた。 しかし、風邪をこじらせ、長老協会、セベレンス病院に入院中に、肺炎で4月25日に隠しした。日本政府は、既得の知らせに、訓三道随法書を送った。5月1日に、刑場で葬儀が行われた。5月4日に、東京に夫人が、ノックスの遺骨を携えて来日した。10日に、伊深カ之ジ植上村正久ら20名で、 内輪の追悼会を行った、長老改革派協会来日選挙師事典新教、出版局2003年。ありがとうございます。